皆さんこんにちは、アパレロです。今回のテーマなんですけども、6月までに買うべき裏道のパンツ4選ということで、ショートパンツ含めて4型ご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。もうショーツなどに関しましてはもう8月まで全然お使いいただけますので、そちらも含めてご参考になればと思います。では行ってみたいと思います。はい、ということでまず一つ目ですね、こちらデンシティルーズテーパードパンツです。まあお持ちの方もいらっしゃるかもしれないですけども、本当に日本人の体型に合わせた、もう本当に人気の一本となっておりまして、腰回りは良くて裾はくるぶしだけのシルエットが美しい人気の一本となっております。ウエストもウェビングベルトで調節は可能となってますし、もう本当に片手でワンタッチでできますので、まあその辺の軽快な感じであったりとか、180度開脚可能なガゼットクロッチなど、そうですね、その辺の動きやすさっていうところもすごくこうアウトドアなシーンでも活躍しますので、デイリーエアはもちろんなんですけども、もうそういうちょっとアクティブなシーンでも活躍してくれる一本となるかと思います。もう本当にね、あのポケットの付き方もベイカータイプになってますので、まあそういったデザイン性も少しこうカジュアルな感じが表現できるかと思います。まあ裾はあのロールアップしていただいてもいいんですけども、まあもともと本当にあのくるぶしだけのジャストレングスとなってますので、あんまりこう1回2回ぐらい折る分には問題ないかと思いますが、もう3回以上折る分にはちょっとこうサイズを見直していただいた方がいいのかなと思います。こちら素材もコットンとポリエステルをブレンドした生地となってまして、また後でも紹介するんですけども、コットンの方のルーズテーパードパンツもあるんですけど、それよりも生地が薄手で、まあ多少のストレッチ性もありますので、本当に軽快な履き心地を体験できるパンツかなと思います。また優れた速乾性もあの持ち合わせてますので、もうちょっとはね汗ばむ季節とかは本当にそういった機能的な素材がかなり重宝しますので、まあ、そういった部分もおすすめのポイントの理由の一つですね。あと何よりも楽に履けてシルエットが本当に綺麗っていうところと、あの美脚効果もありますので、まあサンダルと合わせていただいてもいいんですけども、まあ本当にあのボリュームあるスニーカーとの相性も非常にいいですし、そういった部分でコーディネートのしやすさっていうところも非常にこう使い勝手がいいポイントかなと思います。もちろん T シャツでもいいんですけども、まあ、少しラフなシャツであったりジャケットであったりっていうコーディネートもしっくりきやすいので、まあ、この辺は1本持っていれば秋口まで使えるアイテムとなりますので、1つ持っていればもう本当に長く重宝するアイテムとなりますので、ぜひぜひ気になる方はこちらもチェックしていただければと思います。結構足元アップすると裾の丈感といいますかね、すごく綺麗に見えますね。はい、で続きまして2つ目ですね、こちらがルーズテーパードパンツになってまして、こちらはコットンの方ですね。ちょっと生地は先ほどよりやや分厚くはなるんですけども、まあ本当にあの通年履いていただけるパンツかなと思いますし、もう今の時期ちょうどいい感じの、生地感かなと個人的には思っております。もうシルエット自体は先ほどのデンシティの方と全く一緒の、腰回りが緩くて裾に向かってテーパードしてるっていう形ですね。こちらは素材がコットン 100% となっております。まあストレッチ性は先ほどのあのデンシティの方が若干あるかなっていう感じですね。もう本当にあのこれもあのガシッとした生地感ですので、ちょっとこう武骨な印象といいますか、こう男らしさっていうのはこっちの方があるかなと思います。さっきのナイロンの方はちょっとこう軽快なスポーティーな印象ですので、まあその辺はもうあの使うシーンによって生地を選んでいただければいいのかなと思います。ただやっぱりこっちのルーズテーパードの方はこう洗濯を繰り返すことによってこう色の変化っていうか落ち方っていうのは絶対出てきますので、まあその辺の経年変化をこう楽しんでいただけるっていうところはプラスアルファなのかなと思います。こちらのねアスファルトグレーが個人的にはめちゃくちゃ綺麗で、グレーの靴との相性は非常に良くて、こうワントーンで合わせていただくと非常におしゃれに見えるかなと思います。はい、で続きまして3つ目ですね、こちらがシェルパッカブルショーツとなっております。こちらもその名の通り本当にパッカリング仕様となってますので、非常にこう持ち運びが便利っていうところがまず一番のポイントと、もうこの素材ですね、もう本当に軽快な感じでアウトドアなシーンにはもうまずもってこいな感じと、夏もさらっとした履き心地を体感できますので、まあそういった面でもこう清涼感もあり、形も綺麗でっていうところは個人的にお勧めしたいポイントとなっております。まあ、こちら形に関しましてはグラミチの代名詞とも言える定番の G ショーツですね。まあ、こちらのシルエットをそのままに現代のニーズに合わせた、ちょっとアップデートされたような、形となっております。もちろんあの水陸両用でお使いいただけますし、あのポケットの方には水抜きもちゃんとついておりますので、まあ、そういった部分の機能的な部分も、しっかりと
兼ね備えたショートパンツとなっております。特に夏場はこう色物にこう手を出したくなるかと思いますので、まあ、そういった面でトップスに関しては結構気を使ったりするんですけど、まあ、ハーフパンツとかショートパンツでしたらちょっとこう色物にも手を出しやすいかなと思いますので、まあ、緑であったり紫であったりというところは個人的にお勧めしたい、お色かなと思います。まあ、結構濃いめな色となってますので、大人の方でも結構スタイリングしやすくて、まあ、子供っぽく見えないような感じのイメージでお使いいただけるんじゃないでしょうか。意外と腰回りはかなりすっきり見えますので、まあ、でもそんなにピタピタな感じも全くなくて、もう絶妙な緩さっていうところは個人的に履いてて本当に履き心地が良くて、風通しもいいですので、もう真夏でも全然もちろんお使いいただきやすいですし、本当にこうロンティーとかと合わすとちょっとこう大人の感じのリラックスしたスタイリングも組みやすいんじゃないかなと思います。まあ、ウエストのウェービングベルトであったりガゼットクロッチであったりっていうところは、先ほどのデンシティとか、ルーズテーパードとか、まあ、その他のグラミティのパンツと全く同じ仕様となっておりますので、まあ、そういったディティールもしっかりと受け継いでくれているというところも安心感のある、一つのポイントかなと思います。まあ、やっぱり電子の時も言ったんですけど、やっぱりこう汗がね本当にめちゃくちゃかく季節がこれから始まりますので、まあ、本当にこういうちょっとねさらっとした生地っていうのはやっぱりこうベタつきも全くなくお使いいただけますので、そういったところのストレスフリーっていうところも個人的にはおすすめしたいポイントの一つとなっております。で最後ですね、もうこちらは欠かすことのできないニューナローショーツとなっております。もう夏のグラミチの定番のショーツっていうところですね。もうその不動の地位をもう築いたんじゃないかっていうぐらいもう出回ってるショートパンツかと思いますが、まあ、今年ちょっとアップデートされまして、お値段も少しだけ上がったのと、生地もオーガニックコットンに生まれ変わっております。まあ、その辺も踏まえてちょっとこう履き心地であったり生地感の、まあ、質感はね個人的にそんなに差はないかなと思いますね。形は先ほどのショーツよりもやや細めとなっております。この裾の幅であったりとか、よりすっきり見えるようなシルエットとなっておりますね。 G ショーツも、あるんですけども、そちらの方が結構ゆったりは履いていただけるんですけど、こちらのニューナローショーツの方がもう全体的にコンパクトで、シルエットはもうナローという名の通り本当に結構細めですっきり見える感じですので、今まあ結構多いトップスですね、こういうボリュームのあるオーバーサイズ気味なトップスと合わせていただいても、すごくこう全体のコーディネートっていうのはバランス取りやすいかなと思いますので、まあ、その辺の相性の良さっていうところも個人的にはおすすめの理由の一つでございます。まあ、ちょっとこう膝上があんまりこう好きじゃないよっていう方がいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、その方はもうワンサイズ上に上げていただいても全然いいのかなと思うぐらいのスッキリ感はありますので、まあ、あんまりこう2サイズも上げるようやとちょっとシルエット自体変わってきますので、まあ、その辺ちょっとこうお好みのサイズ感はご試着していただいて見ていただくのが一番いいかなと思いますが、普段選んでいるサイズよりもワンサイズ上げてもそんなに大きくシルエットは崩れないかなと個人的には思いますので、その辺もぜひ参考になればなと思います。はい、ということで今回ですね、6月までに買うべきグラミチのパンツ4選ということで、ご紹介してきたんですけども、もう本当にね30度近くまで気温が上がるとかなり暑くなりますので、ショーツの、履く機会というところも多くなってきますので、まあ、そういった部分も含めて、今回のお買い物にご参考になればなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。では次の動画まで、さようなら。